川圭一の本音でインプレッション。今回はミドルクラスのネイキッドスポーツモデル、ホンダ CB650R をインプレッションします。 CB650F からですね R に変わったっていうことでですね、どのようなところが変わったか、まずですね軽量化、それとマスの集中化を図っております。というのもですね、このテール見てください、すごく短くないですかね。短くしたことによってマスの集中化、軽量化を図っています。またね、あのマスターキーシリンダー、これもですね以前はねヘッドパイプの前にあるんですけど、内側イン側に入ってます。だからよりマスの集中化をして、ね、運動性能を上げている、そんな感じですね。装備の方なんですけども、フロント周りですね、倒立フォークになってますね。で ABS も標準装備となっています。でブレーキの方はですね310倍のフローティングディスクで、日清製の、ラジアルマウントキャリパーとなっていますね。またですねエキゾースト、ね、この流れるような美しいエキゾースト、 CB400 フォアを彷彿させるようなこんなフォルムになっています。ではまたがってみますね。またがった感じなんですけども、非常に足つきですね、足つきは非常にいいです。もうかかとまでべったりつくような感じですね。で、あのハンドルのポジション、ね、やはりネイキッドということでアップライトなハンドルで、まあ、ポジションも非常に楽なポジションになってますね。まあ、ステップの位置もそうですね、本当、まあ自然な感じで、ワインディングとか、ね、ツーリングとか楽に乗れるようなそんなポジションですね。はい、ここでね、サーキットで走ってみたんですけども、最初はねピットロード出て感じた印象なんですけど、ハンドリングは非常に軽いです。やっぱりねポジションがアップライトなこともあってですね、非常にヒラヒラしたハンドリングをしてますね。で、まあ、エンジンの方もですね、まあ、キビキビと、シャープな、回転の吹き上がり、まあ、やはり以前のモデルより4馬力パワーアップしてるということで、エンジンも元気が良かったですね。であとブレーキの方もですね、まあ、サーキットで走った感じですけども全然全く問題なく止まります。で、そうですね、加速感なんですけど、まあ、低速コーナーからの立ち上がりでも、まあまあインラインフォアということですね、かなり、元気のいいエンジン特性になってましたね。ミドルクラスのネイキッドスポーツモデルということでですね、まあ、大型免許を持っている方でもですね、まあ、1000cc オーバーのバイクっていうとかなりね重たいですから、この650クラスかなり軽量でですね取り回しやすい、特にね街中、走るとき、ね、渋滞とかしてるところねスイッと、ね、走りやすいと思うんですよね。あとワインディングもね、非常にヒラヒラとコーナリングすごく、ヒラヒラとね軽快に走りますから、まあ、本当、足つきも良かったんで、女性の方とかにもおすすめですし、まあ、本当ね、街中ワインディングとかそういったね、ツーリング楽しむ方におすすめしたいと思います。